はい、皆様どうも、本日はこちらの新しいバカゲー。メデューサがうちに住み着いた、遊んでいくぞ。嫌だな、こんなの住み着いたら。それじゃあやっていきましょう。なるほど、石化は嫌じゃ。ってことでメデューサちゃんに見つからぬよう、家を出るラッシュゲーム。カーテンの後ろにいるな。おし、どんどん脱出していくぜ。アイテム、画鋲が欲しい？おし、これで外せるな。てててあー。やべー、終わった。石化しちゃった。はい、今度はガムテープでちゃんと押さえて。おし、画鋲を無事にゲット。家の内側に鍵がかかってるのには突っ込んじゃダメだぞみんな。家の中に立派な木があることにも突っ込んじゃダメよみんな。お、メデューサはカーテンの後ろか。ボール投げて落とせば取れそうかな。いやなんでお前が起きてくんだよ。はい、まさかのカーテンの後ろは。誰だよお前、紛らわしい靴下履くなし。最後は普通に肩車で鍵ゲットでした。お次は主人公の頭上に鍵が。今度こそ、あの頭、カーテンの後ろはメデューサ。ってことで風船で鍵を取りに。おし、降りて脱出だ。てなんでお前そこにいんだよ。いやまたお前かー。まさかのさっきと同じ展開という引っ掛け。肩車も一緒か。お、ハサミだ。ここじゃ使えなそう。お、この縄が切れそうね。ほうき発見。からのメデューサちゃん発見。ほうきの使い方はこっちだった。なるほど、これでタンスを開けられるぞ。開いた？おし、これで脱出できるぜ。な、なんか変な着ぐるみちゃんが転ぼうとしてる。ふ、転んだらウサギの部分外れて、メデューサ登場って罠ね。で、お前そっちから登場するんかーい。これは騙された。正解はまさかの、一切何もしないでした。いや、なんで動いてたのー。空っぽ。それじゃあお次、本日ラストステージ。鍵を取ろうとしたら背中に何回だー。いや主人公、乗られた段階で気づけよお前。今度は鏡に映らないようにおもちゃアームで。この後、背中に背負ったまま外行くのかしら。それじゃあ本日はここまで。また次回お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。